照英 TV プレゼント企画、肩・肘痛の予防・軽減、ブレイスレボ東急サポーターを5名様にプレゼント。東急時の内線・海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも、照英 TV です。お願いします。まあ、うさんくさい商品こそ買ってみたくなっちゃう、それが YouTuber でございます。先日ですね、特産 TV の方でね、上がってました。変な液体があると、指先の感覚が良くなってとか、この体幹軸が入るとかいう話をしてましたけど、僕もね、実はあの常に購入してます。実はうさんくさすぎて、あの買ってみたけど出してなかった。ケンセイさんのアスレボ、これを使うことによって指先がすぐかかるようになるらしいんですよ。詳しくはね、特産テレビ見た方が早いと思うんですけど、僕の方でもやってみたいなと思って、ホームページ的には足の裏とかにかけることによって軸が安定するとブレないと、指先につけることによって回転数が上がるらしいんですよ。はい、なのでこちらをね、使ってね、キャッチボールしたいと思います。お値段確か2000円ぐらい、すごく僕的には面白いし好きなんで。海洋深層水というなんか液体らしくて、 100ml 入ってまして、こんな感じの液体です。でこれで手をなじませてやると変わるっていう話らしいです。どういう効果があるのか全体的に見ていきたいと思います。それでは行きます。ゴー。どうした、どう？特になんもない、特になんもない、だってね、引っかかる感じあるの。そう、俺もなんかいい球行くようになった。というわけでこちらね、使ってみました。キャッチボールしてみました。どことなく投げるとなんかしっかりボールにこう引っかかって、すんなりスーってボールがいった、そんな感じがしました。で他のメンバーにも使わせたんですけど、引っかかる言ってましたね。本当は分かんないですよ、うちのメンバーしか分かんないですけど、もしかしたら多少キレが良くなってるのかもしれない。これは案件ではないし、多少のなんか可能性を感じました。まあ指先だけじゃなくて足の裏とかにもつけることによって軸が安定してぶれないらしいんで、それもやりたいなと思うんですけど、僕はアクセフつけてるんで本当軸はあるので、これは2000円ぐらいで、しかも液体なのでシュッシュシュッシュする感じなんで、投げた後もなんかケアとしてなんかやっとくのもいいのかもしれない。わかんないけど、どうなるかわかんない。でも指先の切ればアップするらしい。一応リンク貼っときます。怪しいアイテムですけど、興味のある方2000円ぐらいなんで試すのもありかもしれない。これで球速差とか回転数とか、結構今回転数とかね、測る機会結構あるんで、これでやってみてほしいなと思います。以上です。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアッシャー、ジャーン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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。